アジフライ用の頭を落とした開きをつけたいと思います。まずね、税ゴマ取ってしまいます。上から取ってもいいですし、下から取っても大丈夫です。内臓は洗っていきます。はい、で背開きですので、背中の方からご注意いただきます。髪焼きましたらひっくり返します。ひっくり返して包丁を、今からガイドラインをまず入れます。ガイドラインを入れて、また背骨まで行ったら、向こう側です。包丁を立てながら、下まで引いて、ここね、骨のところに来たら、包丁を立てて、ポンと包丁、骨をちぎってあげます。そうしましたら、腹骨を取ります。お腹の骨を、上に向けると、取ります。で、逆側。まあ、このままこっちが逆返し包丁でやってもいいんですけど、逆にした方が包丁を取りやすいです。そうしましたら、ここにね、硬い骨が残ってますので、裏側から、この、冷えの部分を包丁を押さえて、立てて、立てます。硬い骨が取れます。で、ここに余分な骨がありますので、この骨を切ってあげると。天ぷらフライ用の背開きになります。